ポケモンンンンファののみんなインターン生のカー生カこのコラムは前後回に分けて前世代のポケモンの育成のことや対戦環境のことで解説していくぜ今回は第3世代と第4世代のことに解説するぜまず第3世代からいくぜまずポケモンの処理が方円が追加されて386種に増えたぞ2世代からは変更点は成果が追加されたぜ性格とは性格によって普通,普通より伸びやすい伸びにくいがあるぞ 数値としては伸びやすいのは1.1倍、伸びにくいのは0.9倍と変わるぜ。次に努力値の下方修正だ。2世代までは全,全能力最大まで努力値振れたけど、3世代からは今現在と同じ252まで振れて、かつぜ合計で510枚しか振れないようになったぞ。次に特性の追加だ。前回の動画で2世代で特性が追加されたって言ったけど、すまん、間違いだ。次に、 一部の技が修正入ることやタイプの変更、持ち物の修正などがいろいろあるぞ。技なら眠れ後戦術において寝言からの、ね、眠るの二度寝が発生しなくなったぞ。そして最後にダブルバトルの追加だ。ダブルバトルはシングルと違った、また違った戦術が予告されて、シングルで活躍できなかったポケモンが出てきたぞ。育成環境の石変わらずの石というアイテムが親に持たせたとき、 親の性格を50%の限り引き継げるアイテムに加え個体値を BCD の引き継ぎから HADCS からランダムに最大3つ引き継ぐという仕様に変更されたぞさ,さらに特性炎の体のポケモンを手持ちに入れておくと羽化に必要な歩数が半減するという素晴らしさそしてエメラルドにおいてポイント性の教え技が出てきて体勢に特化した構成ができるようになった さらに個体の調査してくれるジャッジマンも出てきたぞ次は対戦についてだ3世代は特性により一部の強いポケモンがさらに強くなったことも発生した環境に多くいたポケモンをピックアップしていこうまずはボーマンダだこいつは強力なドラゴンタイプにさらに竜の舞という攻撃と素早さをワンランク上げてくるとても優秀なさらに威嚇を持ってて登場時相手を攻撃を ランク下げる強さ次にメタグロスだ。ハガニエスパーという強力なタイプで遅いが攻撃動きが効くとても強いこいつをいかに倒すかが対戦環境の一つのコツだった。こいつを生き,なす生き残らせることで試合が決まると言ってもいい最強のポケモンの一角だった。次にラティアス・ラティオス。こいつはドラゴン・エスパーで氷の冷凍ビーム、電気の10万ボルトを覚えることで。 ができる優秀なポケモンであら,あらゆることに対処させるために入れられてた次はキノガッサこいつは素早さが早く命中100のキノコの格子で相手を眠ら確実に眠らせてキャリパンチで落としていくというのが主流だったこのポケモンによってこのキノガッサより遅いポケモンはこいつには勝てないという害悪を振りまいてしまった一匹だ最後に帰ってきた風鈴 こいつは第1世代、第2世代ではトップクラスで強かったけど、第3世代はそこそこ優秀なだけトップメンバーに入ることがなかったんだが、エメラードで炎、氷、雷の三色パンチを覚えてとても優秀になり、再び対戦関係に戻ってきたぞ。さて、次は第4世代だ。第4世代の変更は、特に技の物理、特殊の判定がとても大きいと言える。第3世代までは技のタイプで物理と特殊を分けていったが 第四世代かからは物理特殊が分かれたんだ。例えば前,前作までは炎のパンチは炎タイプという理由で特殊技にカテゴリーされていたというしかり第4世,世代からは変更され炎のパンチみたいな名前だから物理変更されて全ての技が改めて物理特殊に振り分けられたぞ次に特殊に負荷におけるアイテムで パワーフェイトなど、パワー引き続き系のアイテムが実装された。これは親に持たせることで攻撃系のアイテムを持たせると、その持たせた親の攻撃個体値が必ず引き継がるというとても優秀なものである。さて、次は対戦環境に入る前に、4世代の対戦に特化させたアイテム、他に、他の世代と比べてとても非常に増えたのが多かった。技なら影打ち、トリックルーム、挑発など、トリッキーな 技が、いや、インファイト、ブレイバードの効果力の技が増え、アイテムの効果の多彩さが大きいという世代でもあった。今でもよく使われている気合のたすき、命の玉、こだわりシリーズのアイテムは全てこの第四世代で,で出たアイテムだ。次はポケモンについては、登場時、天候を変えることができる伝説以外のポケモンが登場時したぞ。前作まではグラードン海洋画が言ったけど、第四世代からは、 それ以外の通常ポケモンで天候変えるポケモンができたこの頃の天候は五段で晴れることがなくいつまでも続き書き換えられない限りいつまでもその天候でいられたんで天候パーというのもできたぞ環境ポケモンについて説明するのはまずこいつレートの守り,守り神ガブリアシだこのポケモンは第四世代以降いつまでも暴れ続けた結果対戦環境イコールガブリアシ まずガブリアス作りガブリアスの対策と言われているぐらい、第4世代終幕まで暴れ続けた。その理由は絶妙な素早さ、攻撃、そしてかゆい特に手が届く技のデパートリー、そして守り神と言われ、それが守り神と言わせた正体である。次にトキキスタ。このポケモンは別名白い悪魔と呼ばれていたぞ。理由は電離波とエアスラッシュという技の組み合わせで、 相手を動かさせないという戦術だ。トゲキスの特性で、天の恵みという特性があるんだが、これが、技の特性を、追加効果を倍にするという効果があり、エアスラッシュの30%のヒルミみ確率を60%に引き上げることで、さらにマヒッとの確率を合わせると、約70%で相手の動きを70、70%で相手を動けさせないようにするという戦術だ。最後にクレセリアだ。 こいつは純伝説のポケモンで対戦で使える伝説のポケモンだ。こいつは特殊で逃げるポケモンで、厳選が非常に難しいが、厳選済みの個体なら非常に強力なポケモンになっていたんだ。高耐久に加え回、回復技を持ち、かつエチメンを高く、積み技も覚え、倒すのがとても困難な一匹であった。こんな感じで第四世代は対戦環境がガラッと変わった世代でもあった。 さて、ここらで今回のコラムを割とするで。最後にチャンネルが気にったらチャンネル登録といいねを押してもらえると嬉しいで。それでは、みんなでポケモンゲットだぜ